時代の日本の文部官僚旧松本藩士、男爵郷和新生品野国松本出身1866年に改正書科学教授手伝い並みとなり明治に入ってからは大学助教ついで大学南高校長となったまた1871年の文部省出資以降は学生取り調べ係学校課長 地方学務局長、普通学務局長、初代文部次官を歴任。明治前半期のほとんどの教育制度策定に関わったため、文部省の辻か、辻の文部省かと言われ、また、教育社会の第一の元老、明治教育会の元君などと評された。この間、民六社会員となり、大日本教育会、仏学会、医学協会の各会長にも就任している。 1892年の文部省退官後は、貴族院直選議員、高等教育会議議員、教育調査会議員に選ばれたほか、人受生命保険、諏訪電機、稲電車軌道の社長を務めた。松本範囲の、辻尾淵助ゆ水の次男として、松本城下に生まれる。陽名は、金江吉。後に、正幸女、新次郎、新次と改名した。 12歳から藩校高タ教官で、朱子学を学び、後に蘭学を学んだ。高カ教官での成績は抜群であったと言われる。その後、江戸に出て苦学しながら、蘭学、英学、西洋兵学を学び、また、幕府の番書調べ書生連書に入って、大砲の鋳造や火薬製造学も学んだ。1863年、22歳の若さで、 改正書精錬法制は心得となる。辻は、当初軍人志望であり、西洋兵学を実践で試す絶好の機会として、1864年、藩に、無断で幕府の武田幸運一志討伐軍に、加わったが、藩に呼び戻されて、見築を受けた。その後、再び江戸に上り、改正書に復帰したが、火薬製造中の事故で負傷。それ以降、 教育家になることを決心し、フランス学の研究に邁進した。1866年に、改正書科学教授手伝い並みとなり、下屋根リベイ町で、仏学塾を経営。この私塾の教え子の中には、後に、近代土木界の最高権威となる、古市君武,武がいた。明治維新語は、新政府により、改正学校の教授司法に登用された。 1871年、文部省設置に伴い文部県、小進む県大助教となり、以後20年以上にわたって、文部行政に従事することになる。同年12月には、文部教、大北加藤により、学生取り調べ係に任命され、三つくり林床の下で学生の起草に当たった。学生交付後は、 第一大学区大学設立係に任命され、大学南校校長、東京外国語学校校長事務取扱いなども、兼任し、教育行政に尽力した。大学南校校長時代のエピソードは、大学、生削減に詳しい。1877年1月、文部県大書機関に就任し、東京大学の設立に従事したほか、文部、大輔。 田中藤丸のもとで教育令の制定に参画した。また、同年6月に、鈴木忠一、佐沢太郎らと反愛社を設立し、教育新審を発行。この時期から大日本教育会結成に向けて、動き始める。1878年9月からは、大上官大書記官も兼任し、 教育令原案が元老院の議に上ると、委員として教育令成立に貢献。1880年には、教則取調べ係長に任命され、教育令改正にも従事した。教育令改正後の1881年には、商法講習所の存続を助けている。東京府会で、 商法公衆所の廃止が決議された2日後の7月28日、文部省地方学務局長として、東京府知事、松田道行宛に公衆所存知の希望を申し入れ、その数日後、松田府知事から、農商務協、河野戸釜宛に補助金家付の要望書が提出され、農商務省が支援することで、商法公衆所の存続が決まった。1885年12月に、 内閣制度が発足し、森有則が初代文部大臣に就任すると、辻は大臣官房長権学務局長となり、翌1886年3月には、時間職の新設により、初代文部次官に就任した。文部官僚のトップとして、帝国大学令市販学校令中学校令等の交付に携わり、 高等中学校校法地選定のための順位誌も行っている。また同年には帝国大学校科大学所大学長に就任した古市君武,武らと5月に仏学会11月に東京仏学校を設立し仏学会の初代会長にも就任している。1890年に第1回帝国議会が開設されると教育予算削減のため 高等中学校その他12学校の廃止論や内務省との合併による文部省廃止論などが唱えられたが、辻は帝国議会において文部省所管政府委員として矢表に立って冒戦し、教育予算の削減を最小限にとどめさせた。1892年に文部省を退官した後は、伊藤博文が創設した東京女学館の初代館長に就任し、 1894年には、教員の遺族を救済する目的で、生命保険を取り扱う忍受生命の初代社長に就任した。1896年に、貴族院議員に直選され、1897年以降は、高等教育会議議員、教育調査会議員なども歴任し、教育用語の立場から、たびたび意見を提案した。また、 大日本教育会の国家教育者併合による帝国教育会への改変に際し、会長職を貴族院議長のこの絵厚まに譲ったが、1898年のこの絵会長辞職後に公認会長選挙が暗証に乗り上げたため、役員たちの懇願を受けて、辻は再び会長職に就いた。以後1915年に死去するまで、 帝国教育会の会長を務め続け、教育改革に尽力した。辻の大日本教育会、帝国教育会の会長在職年数は実に約27年、会長経験者のうち在職年数はトップである。辻真二辻は、その教育会への影響力から様々に評された。ありがとうございます。